チェコ国鉄142号線、別名カルロビバリ・ヨハンゲオルゲンシュタット線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。1881年、オーストリア地方鉄道の路線としてノバー・ロレネーデク、間が開業した。残りの区間は、1898から1899年にかけて開業した。チェコとドイツの国境を越える路線である。普通列車のみの運行で、 カルロビバリ下駅ポテゥーチ期間に平日1日8往復、休日1日7往復が運行する。早朝、深夜を除き、国境を越えてヨハンゲオルゲンシュタットまで直通する。これらのほかカルロビバリネーデ区間の区間運転や、カルロビバリ下駅カルロビバリ間には140号線や141号線の列車も運行する。2017年以前は、 政府位とポテゥーチキ停留所を通過する列車もあった。2015年以前は、ドイツ国鉄535号線、ツビッカウ方面に直通する列車もあったが、現在は運行されていない。以下では、チェコ国鉄142号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。